マリアです。ユザハです。メイです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。本日の企画はお泊まり会といえばお菓子パーティー。イエーイ。お菓子、はい、みんなお菓子を持ってきましたか。持ってきました。大量いっぱい持ってきたと思うので、はい、今日はみんなでそのお菓子を共有して美味しく食べながら、あんま雑談とかしないじゃないですか、カメラの前で。恋愛トークとか学校での出来事とか、ちょっと踏み込んだ笑いにお話できたらなと思います。いいね、イエーイ。はい、もう待ちきれないので早速やっていきましょう。はい、それではどうぞ。はい、待って、まず待って、あの私もさ、ちょっと聞いちゃってることがあって、はい、あの紹介してもいいですか。急に誰ですか。え、誰？え、マジ誰？え、あなたでしょ。絶対ユーザーでしょ。でも誰ですか。誰？マリアが買ってきたの、粉々にしたやつ。すごい美味しいんだよ。ユーザーたちに食べさせようかなと思って。でも食べれるってことはまずくはないってことだと思う。食べるね。ゆずは食べるよ。買ったの簡単に紹介してもいいですか。いいよいいよ。お、すき焼きせんべい。めっちゃ美味しいの、このせんべい。美味しそう。チョコムパイ。お、美味しい。と、ガクタクパンでーす。食べたいやつ。この3つです。これめっちゃ美味しいよ。え、それ、美味しいよね。これ食べようよ。お、サンリオの好き。え、かわいくない。マリアもサンリオだよ。見て、3人でキャラパキしようと思って。え、聞いていいよ。このやつ、このサンリオのマイメル出たの。え、好きなやつやん。食べていいですか。どうぞ。いただきます。絶対クッション汚すわ。汚さないようにね。見て、え、はぁ、ハチワレいる。かわいいでしょ。ねえねえ、みんなでこれ開けようよ。いいよ。キャラパキ開けたいと思います。何狙い。私じゃあ前目クロミちゃん狙いで。一緒一緒、前もクロミちゃん狙い。でもなんかシナモンがいいけど、シナモンの袋からシナモン出なそうだから、リトルツインスターズで。おー、かわいい。はい、じゃあ開けていきましょう。せーの、でさん、はい、バーン。え、え、ハンギョジン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 はやばいから。ドン、ドン、ドン。ユズがハンギョドン。あ、ポムポム。狙い通り。おー、リトルツインスターズ。え、ハンギョジン。え、ハンギョドン。キャラパキってもめちゃくちゃない。ね、パキパキして食べるチョコなんで。できた？ユズもね、これ買ったんだよ。うん、ちっちゃい頃めっちゃ食べてた。お口直しに。見たことない。もう一回見して。ソフトキャンディ。ソフトキャンディ。冷たいの。アイスガム、風船ガム、飴の中にガムみたいな。食べたことない。なんでお口直しとか言うから。知ってらっしゃる。マシュマロ好き。わかる。チョコ入ってる。はい、マシュマロ超好き。特にチョコ。うん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 。次はすき焼き食べます。え、これ美味しくない。美味しいよね。コオロギ食べて食べて。いいぞ。1枚1枚1枚。はいはい。いただきます。匂いは普通。え、ずっといってる。一枚だけ。一緒に食べよう。みんなで一緒に食べよう。ノルダンさんも食べましょう。いいよ。まずこれ美味しい。コオロギっつっても生きてないじゃん。あ、なんか物体は嫌だけど。コオロギせんべいを食べます。生きてたんだよ、みんなで。何も。せーの。よくあるせんべいって感じ。うん、美味しくない。この味は、うん、美味しい。コオロギって知らなかったらいけるでしょ。コオロギって知ってるからもう無理。みんなこれ潰れてるけど、よかったら。かわいい。何なのこれ。
まんじゅう、ミルクと黒糖と抹茶。このいちごミルクを食べるの。え？抹茶は？抹茶。ありがとう。これ何？抹茶。かわいい。めっちゃパッケージおしゃれ。これ普通ユニバのお土産かな。よし。卵。あ、え、かわいい。え、かわいい。ね、本当だ。ちょっと潰れてるけど。見えてる見えてる。めっちゃいちご。ちょっと潰れてる。いただきます。うん。めっちゃ好きこういうメニュー。気分取られる。美味しい。じゃあみんな最近の近況を。新しい学年になったもんね。そうですね。うん。中学1年生。どう中学？初めましての人いっぱいいる？うん。ゆずはちゃんですかって言われなかった？言われないんだけど。ほとんどの子が先輩って知ってんの。友達はね、有名だもんね。先輩とかも知ってて、先輩がクラス来たの。ピンクレッティビュー知ってて、鈴木ずっていう人探してて。怖い怖い。それないよね、学校で。うん、見に来たってこと？え、マリアちゃんも声かけられたことあるの、学校とかで。ないかもしれない。なんか道歩いてて、誰だマリアちゃんですかって言われたりは。ないかな。ない。メイも最近、本当に超久しぶりに、ファンの子に声をかけられたの。地元のショッピングセンターで、同じゲームをやってることを買い物してて、最初に、そっちの隣にいた子が「え、何々ちゃんですか？」って声かけられて、メイのことは知らないタイプだなと思ったから、ニコニコしてたら「メイちゃんですよね？」って言ってくれて「え、嬉しい！」と思って、私も本当に久しぶりすぎて、もう嬉しすぎて手が震えちゃって、もうサインぐっちゃぐちゃだったんです。もうごめんねとか言って、でも本当嬉しかったです。嬉しいね。街中で見かけたらみんなぜひ急いでなさそうだったら声をかけてあげてください。基本的に急いでないんで。こういうこと対応いたします。うん、ぜひファンの子と交流するイベントとかやってみたいな。ピンクラッキー TV でのイベントやったことない。 TV ないまだないの。やりたいですね。ねえ、ね、なんだろう、この子も怖いね。大丈夫？もうやだ、どいつもこいつもだわ。なんかファンの子と交流するイベントとかやってみたいな。そういうのもなんか握手会とかやってほしいって言われた。毎日行くんですよ。鳥肌。すごく心配です。本当に最近ダメな、本当に誰も良くなっちゃって。